こんにちは、ヘルバスファームです。今日はこちらの小屋デビットクミンギーが綺麗な花を咲かせましたのでご紹介したいと思います。小屋と聞くと桜蘭の名前で有名なカルノーサやハート型の形が人気のケリーなどが有名です。デビットクミンギーは流通量がとても少なく、知る人ぞ知る品種といえます。ただ個人的にはこのように可愛らしい花をたくさんつけるところや、樹勢が強くつるをどんどん伸ばしていく姿が魅力的でとてもお気に入りの品種です。そこで今回は多くの方にこのデビットクミンギーの魅力を知っていただきたいのでご紹介したいと思います。また後半では親の花の咲かせ方のコツもご紹介します。それでは見ていきましょう。では早速親デビットクミンギーの魅力についてお話していきたいと思います。親といえばローザイクのような花を咲かせることが人気の品種です。ただしっかりと管理してあげないとなかなか花は咲きません。一方こちらのデビットクミンギーは比較的簡単に花が咲きます。こちらの株もこのように毎年可愛らしい花を咲かせてくれます。つぼみも多くつけるので親特有の花を楽しみたいならばデビットクミンギーはおすすめです。またデビットクミンギーの魅力は花だけではありません。このようにつるが長いのが特徴です。細長く楕円形の葉をつけたつるがどんどんと伸びていきます。その姿はハンギングにするとより魅力が引き立ちます。また他のホヤが可愛らしい見た目をしているのに対し、こちらのデビットクミンギーはどちらかというとかっこいいという表現が当てはまります。そのためシックな印象のお部屋によく合うと思います。冒頭でもお伝えしたようにとても流通量が少ないので、店頭で見かけた際はぜひ手にしてみてください。ではここからはホヤの花を咲かせるコツについてお話していきます。このコツは他のホヤにも使えるテクニックですので、ぜひお手持ちのホヤでも試してみてください。ホヤの花を咲かせるコツは4つあります。1つ目は冬場にしっかりと日光に当てること。2つ目はリン酸多めの肥料を与えること。3つ目は剪定はできるだけ避けること。4つ目はつるはしっかりと伸ばすことです。それぞれご説明していきます。まず1つ目のコツは冬場にしっかりと日に当てることです。ホヤの開花期はだいたい5月から9月頃です。その開花期に向けて冬場にしっかりと日光に当てておくことで花がつきやすくなります。冬場は葉焼けの心配が少ないので、できるだけ明るい場所に置いてあげてください。ただ寒さには弱いので窓際の寒さには注意してください。2つ目のコツはリン酸多めの肥料を与えることです。成長期である春から秋にかけてややリン酸が多めの肥料を与えることで花つきが良くなります。3つ目のコツは剪定はできるだけ避けることです。ホヤは葉が多くどんどんとボリュームを増していきます。そのため葉が密になり蒸れて調子を崩したりバランスが悪くなったりします。そのため定期的な剪定は必要です。ただその際に注意点が1つあります。それは花がついているつるは切らないことです。ホヤは特性上一度花を咲かせた場所からもう一度花を咲かせる特徴があります。そのためそのつるを切ってしまうと花が出なくなってしまいます。どうしても剪定が必要な場合は花が咲き終わった後また調子の悪いつるから切るようにしてください。4つ目のコツはしっかりとつるを伸ばすことです。ホヤはつるが1メートル以上になると花がつきやすくなると言われています。
そのため伸びたつるは切らずにどんどんと伸ばしてあげましょう。伸びているつるは横方向に支柱などを使って誘引してあげるとよく伸びます。ただハンギングの場合は基本的にはそのまま育てていけばいいと思います。今日は長いつるとローザ液のような可愛らしい花を楽しめるデビッドクミンギーをご紹介しました。ホヤについては別に動画やブログでまとめていますので、ぜひ合わせてご覧ください。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。